どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日は新しく追加されたスキルを検証していきたいと思います。今日検証するスキルはこれ、獅子奮陣ですね。強敵への攻撃力上昇、上昇量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。どれぐらいダメージが変わるのか、ボスにダメージを与えて検証してみましょう。それではいきます。まずはスキルなしです。スキルなしで叩いてみましょう。叩くのはビッグマムですね。ダメージのブレがないように単発で当たる覇王色の覇気で攻撃してみます。スキルなしでこれぐらいです。まあ一つのゲージの半分ぐらいっていうところですね。これがスキルなしでのダメージです。それでは次は獅子奮陣を入れた状態ですね。どれぐらい変わるんでしょうか。さっきが一つのゲージの半分だったよね。それが獅子奮陣を入れた場合はどうなる？いきます。これぐらい違います。これぐらい、これどんぐらいだな、 1.5 倍ぐらいってことかな。ダメージが多分ダメージが、ボスに対して 1.5 倍に、なると思います。 1.5 倍はなかなか、でかいんじゃない。これは多分このスキルは入れる入れないによっては全然ダメージが変わってくると思います。いやいや、これ目に見えて分かってよかったね。はい、ということで今日はスキル検証でした。獅子奮陣の能力はレベル5でボスへのダメージが 1.5 倍に上がります。これはなかなか効果がでかいと思いますので、まあ2つ使うんだけどね、スロットを2つ使うんだけども、まあ入れた方がいいかなと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。